いたします。皆さんこんにちは、本日もお願いいたします。お願いします。日本ビールが入荷されているので、花々を続きに行うところをご案内お願いいたします。先輩優しくて、インカムとかでも面白いことを言いますし、アクヤードに戻ってきても常に気にかけててくれてて、背中をすぐに押してくれるので、一歩を踏み出すのを迷ってる時に押してくれるっていう存在ですね。親は全く反応は全然悪くなかったし、むしろ頑張ってっていう応援の言葉をもらいました。あと学校の先生とかもなかなか来ない求人だから、挑戦してみたらっていうで、反対の意見とかはなかったです。友達は正直驚いてました。パチンコみたいな。でも友達も普通に頑張るよみたいな感じだったので、自分の環境も良かったのかなって思います。最近ちょっと車買いましたね。車の中だと熱唱しながら毎日来てます。ボーナス入って、ちょっと余裕ができて、やっと一緒買えるっていう一歩踏み出して買いました。友達とかに聞くと手取りで全然高くて、普通に生活してたらちょっとずつ貯金できて、あとは親にも仕送りしたりするんで、これでも余裕があるっていうぐらいの給料の高さっていうのはすごい魅力的だなって思ってます。引っ越しの時はもう自分たちは荷物を段ボールに詰めるだけで、あとは会社の方が全部引っ越しの業者とか手配してくれて、で当日研修終わって戻ってきて、あとはもう家に帰るだけっていう状態で、自分でほとんど何もしなくて済むので、最初は心配だったんですけど、すごい良かったなって思ってます。全く不満はなくて、こんな広い部屋に1万8000円月々これで住めてるっていう驚きと、やっぱりこれを友達に話すと、めっちゃ羨ましがってもらえるので、マルさんすごいんだなっていうのをね、改めて実感できますね。気持ちとしてはやっぱり同じ高校出身がいるので、相手が私のことをもうすでに知ってくれてるっていうのはすごい接しやすいのもありますし、新卒の方にも私をなんか頼りになる存在だなって思っていただけるようにしたいです。オリオンビール検出しっかりできて、お客様もそられていただけたのですごい良かったなと思います。であとは本日も一日ありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ木原さん、今日は